んでます。警察の皆さん、今すぐこっち。だから説明しますね。あの何がじゃあ拡大してる。だから皆さんぜひちょっとこの情報を得た方は、おーおーおー、そうか、じゃあワクチンもしかしていらないのかっていうことをちょっと。これどういうことなんですかね。なんか西側橋橋橋橋橋橋セキュリティが話した。さっきこれ言うなぎるそうだよ。ご協力で失礼いたします。ここ、岡山駅の、目の前で、街頭演説する予定でしたが、ここに向かって左側に移動することといたしました。今から、移動の準備を行います。手伝いで方がいらっしゃいましたら、お手伝いのよろしくお願いいたします。伝えてくれているんでしょうか。ぜひぜひ一度マスクにつ、おかしいと思いますよね。本当におかしいんですよ。こんなものが子供たちに朝から晩まで。早く入れないのか。警察来て、あの人に暴行されました。証拠を掴んでます。警察の皆さん、今すぐこっち来てください。今ここで暴行行われたんです。あれ、どうぞ。
うるさいかもしれませんけれども、とっても命に関わる重大な問題が今日本で原因はそんなところです。はい、岡山駅の皆さん、こんばんは。暑い中でね、こうビールを切ってね、開けてどうぐりぐり飲んでます。ということなんでね、もう別にね、外で、お酒飲もうが、ね、関係ないので、私はもう今日はね、足元にビールもありますんでね、飲みますね。今日みたいな暑い日はね、私も、ね、歌ってるだけ汗だくなんですよね。でこの琉球の衣装もね、分厚いものだからよ。ね、もう、あ、プシュッつったね。ね、そうそう、だからね、暑い時はビール。なんでって俺がそうしたいからさそ、あ、それでいい。いや、ね、最後の曲になりましたけれども、私が伝えたいことをね、全部伝えさせたと思いますんで、最後ね、楽しんでいってください。ありがとうございました。じゃあ行きましょう。おじい自慢のオリオンビ何がじゃあ拡大してるかというと、変えてないのがちょっと怖いよっていう私たちはお話しに来てます。だから皆さんぜひちょっとこの情報を得た方は、おーおーそうか、じゃあワクチンもしかしていらないのかっていうことをちょっと、